こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ノージャパン運動から脱日本を掲げ、半導体素材の国産化に励み、低品質のものしか開発できなかった韓国ですが、世界の半導体シェアで韓国だけ急落し、一人負け状態になったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。米国の中国に対する半導体供給規制の影響で、世界最大の半導体市場である中国で韓国半導体だけが目立ってシェアが下落したものと分析された。逆にシステム半導体強国の台湾と伝統半導体強者の日本はシェアを増やし、事実上韓国半導体が米中葛藤に最大の直撃弾を受けたものと分析される。全国経済人連合会全経連は、中国半導体市場で韓国企業のシェアが2018年比昨年 5.5% ポイント減少したと発表した。一方、同期間台湾のシェアは 4.4 ポイント、日本のシェアは 1.8 ポイント増えた。これは2019年、米国が中国のファーウェイと SMIC を相手に半導体供給を規制した後、台湾と韓国、ASEAN6 カ国、ベトナム、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、日本、米国などの中国半導体輸入市場でのシェア変化を分析した結果だ。ASEAN6 カ国のシェアは 0.4% ポイント上昇し、特に米国の場合 0.3% ポイント下落にとどまり、主要半導体国家の中で韓国が唯一シェア下落幅が大きいことが分かった。米国の対中規制以後、中国の半導体輸入自体は増えたが、これも台湾と日本の役割がほとんどだった。昨年中国の半導体輸入が18年に比べて 37.2% 増加した中、台湾と日本から輸入した半導体がそれぞれ 57.4% と 34.8% 増加した。一方、中国が韓国から輸入した半導体は 6.5% 増に止まった。全経連は、米国の制裁で中国企業や外国人投資企業が米国産半導体を購入できず、台湾産半導体チップの輸入を大幅に増やした影響と見ている。韓国の場合、ファーウェイが韓国製メモリーの購入を中断した上、メモリー半導体の価格が下落し、昨年中国の韓国製メモリー輸入額が18年比 13.7% 減少した。ただ中国が韓国から輸入した家電製品の革新比メモリー半導体であるマイクロコントローラとその他半導体はそれぞれ 69.3%67.7% 増加した。ますます強化される中国の半導体の動きは、韓国半導体産業に大きな牽制となっている。世界最大の半導体市場で韓国の地位が弱体化するのも危機だ。新政府で韓国半導体の聴覚者確保のための R&D 投資など企業支援の強化が最優先的に注文される理由だ。実際21のグローバル半導体企業のうち、売上高対比政府支援金の比重が高い上位5企業のうち3社は、中国企業の SMIC6.6%、ホアホン 5%、聖火ユニグループ 4% だった。サムスン電子と SK ハイニックスは、それぞれ 0.8% と 0.5% に過ぎなかった。それでは、ネットの反応です。ムンジェインは、こんなことに関心がありません。ひたすら自分の生きることだけを考えています。アメリカのせいで、中国半導体の成長ができなくて、我々が被害を被ったのではないの？なぜ、我々がアメリカの顔色を伺って、アメリカが中国と喧嘩しないように神経を尖らせなければならないの？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、G
次回の動画も見てくださいね。